あまりグルテン出さないでサクサク感出すようにいきます。はい、ではですね、パーターフォンセキッシュの生地の基本のですね、1973年僕が行ったパリに行った時ですね、古い話ですね、ルコルノブルで習ったですね、レシピを再現して作ってみたいと思いますね。今日はパーターフォンセパーターブリゼ作ってからキッシュローレーヌを作ろうと思いますけどね。小麦粉が 200g に対してバターが 80g、 1個の卵全卵ですね、少しの塩と少しの水って、私のシェフと同じです。少しずつって分量測ってないですね、ほんの少しずつということでですね、まずね、小麦粉ですけど薄力粉と強力粉しかないですけど、それを半々に合わせてあります。強力粉100に、薄力粉100と、それともサイド言いますけどバターが 80g で、硬さはですね、こうやって少し手でグーッとして少し柔らかくなるぐらいにしておきましょう。それから卵が1個ですね。それに水が少々ね、これ大さじ2測ってありますけど、あとは塩が、塩ですね、ほんの少し、これ細かい塩を今日は使ってます。はい、小麦粉ですね、塩ね、ほんの一つまみぐらいね、ほんの少し軽く、もうちょっと一緒かな、一つまみ半ぐらいしときます。これをもね、混ぜときます。これ小麦粉をふるってありますね、最初にね、空気が入るようにふるってあります。で、これバターちぎってますけど、このここに流してもいいんですけど、でこの中でやっても大丈夫です。今日はまあバター大好きあるんであれですけど、これをですね、少しずつちぎっていきますね。その当時ちょっとこれはよく見てて、ちょっとうすら覚えてるんですけどね、その現場を。でも40年も50年近くもね、なりますけど、フレンチのシェフが、フランス人のシェフがやってたのを思い出しますけどね、少し脳裏に浮かんできますけどね。その当時はね、フランス語もわからなかったし、今もそうわからないんですけどね、フランスに行ったばかりで。でも日本人のお嬢さんが、まあ見えてたんで、その人が、わかる人が、大学でフランス文学かなんか習った人たちも来てたんでね、その人に少し聞いて、やった思い出があります。少しお待ちください。はい、で、これを、潰してね、こうやって合わせていきます。まあ、ボウルの中でやった方がね、できるでしょうけど、こうやって少しずつですね、潰していきます。今日のはね、お砂糖が入らないブリゼですね。これは料理に、フランス料理ね、パテ料理に使うときにはこれ使いますけどね。もうボウルの中でね、家庭でやるときは棒の中でやっちゃった方が楽かもしれませんね。機械の中で、やっちゃってもいいですけどね、機械というかね、混ぜる機械があれば、まあ、混ぜ方ですよね。バターをどういうふうに合わせていくかというか問題で、ね、あまりグルテン出しすぎてもダメですわけですからね、硬いのに、ね、仕上がっちゃいますからね、まあ、バターをさっと合わせて、あまり小麦の粘りを出さない方がサクサク感があっていいかなと。その辺はね、いろいろ難しいってことですけど、ありますね。だいたいこのぐらいで、ね、ほぼ軽く合わさってますから、ここであまり粘度を出さないようにですけども、これから卵まだね入れるんで、この時点ではバターと小麦粉とある程度合わさってる段階にしてありますね。そこに卵を割り入れます。
ね、卵を割り入れて合わせていきますね。手にねくっついたりしますからね、卵が乾燥しないようにうまくこう合わせていかなきゃいけないですから、まあボウルの中でやっちゃってもいいでしょうけどね。乾燥すぎるとちょっとわけのわからんこと言ってますけど、要するにうまく全体が馴染むように混ざっていかないとね。これも卵水分なわけですからね、手にくっついたりしますからね、これね。まあ合わせ方でね、硬さとか変わってきますから、まあ卵1個でもね、この量が少ないと分量的に微妙なところがありますからね。ね、手にくっついたのもしっかり落としてね。もっとね簡単なやり方があるでしょうけども、一応まあ昔ねやったやり方に近いやり方でやってますけどね、思い出しながらですね。最近僕もあまり何年もやってなかったですからね。もしこれでね粘りがない状態だったら、その、フランス人のシェフがやってたように、これで少しだけ水を上に手に湿らさしてね、こうやって振ってたみたいな感じですけど、これ大さじ2入ってますけどね。そしてここでちょっとブリーズしてあげるとね、ここであまりその粘りを出さない方がいいですから、さっきから言ったようにあまりグルテンを出さないようにしたいなというところですね。これでほぼね、ひとまとまりになってきましたね。手についたのもほぼね、手にできましたね。これで最後のちょっとブリゼして、もうこれ練り込むわけじゃないですかね、合わしてる感じですね。でちょっと硬いですけども、ほぼね、あまりグルテン出さないでサクサク感出すように、これでひとまとめになりました。これもね、大さじ1入れただけですね。これね、これ1ですから。大さじ1水入れました。これでね、出来上がりですね。これを30分ほどね、寝かしておいて、ラップに包んで冷蔵庫で寝かしたら使えますね。ね。ね、こんな感じでいいですね、これね。もっと、ね、あの仕事がやりにくいから粘りを出したい人はですね、もう少し、ブリーゼするってことで潰してやっていけばいいと思いますけど、僕はあまり固くしたくないんで、一応これぐらいに止めておこうかなというふうに思います。はい、これで30分ほど寝かせます。はい、で普通30分置いておけば大体まあできるんですけど、これはねちょっと作業の関係でちょっと一晩置いたんですけどね、結構これで硬くなってますから、またですからすぐやらなくなってきますけどね、まあ今冬ですからね、まあやりやすいってことはやりやすいですけどね。今日は18センチ19センチか
直径19センチのタルト型にでやろうかなと。タルトレッドっていうか、ちっちゃいのにしようかなと思ったんですけど、ちょっとちっちゃいのが数がないんで切らなきゃいけないんでね。で、一口で食べたいのだから、ちっちゃいタルトレッドって言いますけどね、ちっちゃいのは。それでやればいいんですけど、ちっちゃなね、ちっちゃな方で。今日は、でも、それ、数がないんでね、結構重いですね。ちょっと硬いですから。ね。まあ、昨日話したように、その、グルテン。ね、あまり粘りを出すと、硬くなっちゃうんで、まあ、綿棒もね、ちょっとちっちゃいんで、やりにくいことはやりにくいです。力入れますけどね。はい、少々お待ちください。はい、だいたいね、厚さはね、3、4ミリってことですね。3ミリぐらいでいいと思いますけどね、この大きさに合わせてっていうことですね。で、まあで、ね、伸ばして、ちょっと厚いかもからね、ちょうどうまく配慮して、これね、ここのシールのところでずっと押していってね、で少し余裕を持たさせて、こう、ここにちょっとね、ちょっと短かったな、もう少しこっちか、今度ここが割れたりとかね、いろいろありますけど、まあね、ここにしてぐっと早くやって、まあ、こうしていったら少し余裕を持たさせておいてみます。ね、いったら取って、もう一度手を出してね、こうですね、ちっちゃなタルトレット、ちっちゃな 型でやれば、最初焼きしなくていいんですけど、から焼きをしなくていいんですけど、いいと思う。まあ、焼く人もいますし、焼かない人もいますけども。まあ、最初、僕がね、これ、1973年ですから、ずいぶん昔、コルドンブルーでやった時には、もう薄ら覚えしかないんですけど、このままもう中に流し込んでやってた思い出はありますけどね。から焼きしないですね。でも今日は、ちょっと、から焼きしようかなと。から焼きします。から焼きしときます。ね、アルミホイルに敷いて、お米を、これなんかも使ってるやつですけどね。で、これで、から焼きにします。で、これ少しね、あと、20分ぐらいは寝かしてから、焼くようにしましょう。オープンはね、今日は寒いんで190度にしてありますけど、オープンを開ければ、すぐ180度に戻るんでね。あと30分待ったら、オープンに入れて、素焼きします。はい、キッシュね、一応から焼きしました。でですね、おせちに使いたいと思うんで、要するに生地の方にアパレルっていうのは、その汁、アパレルがですね、合わせ物が沈んでいくと湿っちゃうと思うん で、今日はですね、ちょっと日持ちとかさせたいんで、中にね、卵黄を塗って、途中で卵黄を塗ってコーティングしてあります。で、こうすると、割と日にちはですね、2、3日が大丈夫かなと。普通まあやらないでやる人の方が多いですけどね、まあ、そのうちに食べるんだったら別にね、やらなくてもいいですけど。ということで、これをします。